3秒を切りました。9レース準々決勝戦スタートしていきました。10メートルのスタートは2番坂井、3番泣田、4番の尾形と、ここは枠なりでスタートを切って、さあ5番の石井ですが前まで行きました。スタート3番手足、4番の尾形流れて交代、6番の藤岡ですが5番手まで上がってこれるか、7番の早川が内入ってきました。早川が早くも中段の位置、6番の藤岡をパスして5番手藤岡、レーサー2周目に入っていきます。4番の尾形最後方で下がってしまいました。先頭1番の池田リードはまだある。5番の石井が2番手、2番の桜木が3番手、その内を狙う2周の3コーナー、コーナーでさあ仕掛けていく7番の早川聖太郎、早川が3番手で上がってきて、さあ先は6番手から5番手不調を狙う、レースは3周目に入っていきます。1番の池田ほとんどリードありませんが抑える競争を見せられるかどうか、5番の石井がインコース、さあ狙っています。入ってきました3コーナー、5番の石井が先頭を奪う、1番の池田2番手交代、この位置は守りたいところでありますが早川が来ました。一気に2車さばいてくる、早川が先頭を奪う1コーナー、8番の佐々木は4番手から車を内に向けています。先頭7番の早川、2番手が5番の石井、3番手上がってくる8番の佐々木、1番の池田4番手交代、さあ2番手3番手が競り合う中、5番の石井の懐、8番の佐々木が上がってきています。レーサー残り2周を切っていく、1番人気7番の早川、そして8番の佐々木と2人が抜け出しました。5番の石井が3番手、その後ろになった3番の秋田、その後ろですが2番の桜木です。1番の池田最後方まで下がってしまいました。青旗バーンで最終周回迎えていきます。7番の早川聖太郎押し切り体制も8番の佐々木が詰めています。最後のバックストレッチはさあ内に向きました。8番の佐々木入ってくる、佐々木が入ってくる、7番の早川が抵抗する、最後の直線は7番の早川外、内は8番の佐々木、接戦でゴール、3番で5番の石井です。続いて9レース払い戻し金です。2連単8番7番780円、2連複7と8の組み合わせ260円、